5時になりましたんで、早速和歌山に行きましょうか。今日はごめんな、朝早くから行くか。ちゃんといろいろ用意してあるから、今日はネタいっぱい仕込んでるから、行こう行こう。ということで、はしかし暗いな、朝の5時に。だってもう秋だもん。だね。しかも今から、まあ、四日市からこう和歌山県の御坊市に、行って御坊祭りを堪能してこようと。御坊祭りとか、うん、そういう祭りがあるらしいので、ああ、うん、まあこれはぜひ行かねばならればと、うん、ね、まあ一番のね目的はね、まあ私の就職祈願なわけですが、まあせっかくね無職になったことだし、痛いな。正確に言うと今から20分後で無職になるんだけどね。痛いな。うん。ってことで、とりあえず今日のルートの予定としましては、和歌山に向かうんですが、途中でちょっとあの前の職場によって、あの退職届の方出してきて、受理されて、さあ無職になったらレッツゴーと。いう流れになってますんで。今からバンバン行くの？そういうこと。えぐいな。えぐいけど、この時間しか社員いねえんだよ。ってことで、じゃあ早速行きましょうか。行こう。暗いし、ちょっと雨降っとるけど大丈夫かこれ。和歌山はきっと晴れてるさ。はい。そのに、はい。エアドリンク。これのもってやってけないやろ、これ。準備万端やで今日は。俺この年で栄養ドリンク飲むのかも。これ15の時は飲んどるよ、うん、大丈夫。俺栄養足りとんねんけどな、うん、俺足りてねえもん。あ、でもね聞いて、ついに、うん、山田さん体重60キロに乗りました。あのずーっと言っとったね、60キロに乗らん乗らん言っとったけど、やっと乗りましたよ。マジか、うん、どうした、そんなにユイが可愛いか。可愛い。行くか。行こう。これ撮ってから3分だし。じゃあ行きますか。はい、いや。じゃあ和歌山に向かってレッツゴー。